はい、アサシンクリードオデッセイ続きやっていきたいと思います。神々に見捨てられてということでね、アテナインへ移動というところで前回パート終わったんだけど、周辺ね、いろいろ探索しておりました。で、まあ、結構、ここは、エロスは行ってないけど、ここね、こういうとこ行ったりして、まあ、ほとんど、今、現状行けるハテナはね、終わらした感じです。ここはもう、レベルが全然違うとこなんで、まあ、今は足してますけどね。で、今回パートの前に、まあ、このクエストでも消化しようかなと思って、アテナに、ファストトラベルしたら、なんかムービーが始まっちゃったんで、ちょっとゲーム中断して、戻って録画開始って感じです。なんで、今回はメインストーリー進めていきます。で、それを終わらした後にね、録画外で、メインストーリー以外のね、クエストの方を受けていこうと思うんですよね。そうなんですよ。一回、ローディング終わったかと思ったら、もう一回ローディング入るんですよね。で、ここでムービーが挿入されて、てる感じです。まだ見てないですね。はい。なんか空気感が怪しいよな。病気か？助け。神々に見捨てられて。あれが、あれだよね。さっきの、まあ、先メインストーリーやっていきましょうよ。病気っぽいよな。なんだ？待て、どこへ？すぐ戻る。またアスパシアのところで。時々自分を見てるような気になる。どうもよ。その怒りはわかる。当然のことだ。奴らはなぜ家に隠れ、建て台に訪れた混乱を収めようとしないのだ。ヘルクレスは病んでいる。それを責めてはいけない。かつて流星を極めた町を苦しめ、この呪いを持ち込んだことこそを責めるべきだ。我々は、なんだ、どうした、病気？ソクラテスとクレヨン行かないといけないってやつ。ここは何？アスパシア。サブクエスト的な感じなのかな。まあちょっと話しかけてみようか。アスパシア。アレクシオス、アテナイに戻ってたのね。アテナイがひどいことに、私たちの築いた世界が崩れていく。厳しい状況だが、まだ死んじゃいない。そうね。でもペリクレスが築き上げたものは全て壊れた。壁の外は無秩序よ。みんな人間らしさを失ってしまった。話をしに来た。母について分かったことがある。名前や船のこと。今はそんな時じゃないわ。ペリクレスの容態は深刻よ。私にも会わず、ヒポクラテスも部屋に入れようとしない。パルテノンに行きたいとばかり言ってるの。死後の世界。ペリクレスは強い男だ。きっと病気とも戦える。ボートを見たでしょ。身を守るなんてできない。名誉もなく死んでしまう。彼が病に伏せる前から市民は彼を知ってる。彼は市民に発言の機会を与えた。その功績が守りになる。ペリクレスには治療が必要なの。私は会えなくても彼はあなたを尊重してる。会ってあげて。
やってみよう。そうしてくれたら、あなたのお母様の話をしましょう。今はあなたの助けが必要なの。試す価値はある。釣り。ああ、サブクエストみたいなの消えちゃったね。相談に行かなきゃよかった、行った方がよかったって感じなんだろうな。はい。じゃあちょっと上まで行きましょう。よし。結構迷子になるんでね、ここ。どこに階段あったっけみたいな。到着。アスパシア、私の光よ、言ったはずだ。アレクシオスだ。そうか、入りたまえ。さて。決まりが悪いな。君にこんな姿を晒さねばならんのは。やべえじゃん。うん、具合悪そうだな。いつものあんたとは違うな。自分でも違和感があるよ。薬を持ってきた。ああ、そうか。普段はポイベイが届けてくれるのだ。私はまだ生きているが、この町はもう終わりだ。闇が再びか。今となってはクレオンのものだ。この状況は彼に何とかしてもらおう。この目で様子を見てみたい。ロダイへ行こう。大丈夫か？変わってしまったな。死と直面するためにまっすぐ立つこともできない。ヒポクラテスに見てもらえばすぐによくなる。時が来たのだ。疫病は誰にも平等に訪れる。失望させてしまった。アテナイを、市民を、アスパシアを。そんなことがあるものか。君は優しいな。だが私は負けた。アスパシアには守りが必要だ。アテナイにも。女神アテナには十分尽くしたと思ったが違ったようだ。私は町に出なければならない。そうだ、ね、ダメだ、襲われるぞ。クレオンはボートを野放しにしてる。あ、クレオンにこんな姿を見られなくてよかった。神々に感謝できるのはもはやそれくらいだな。神々のせいじゃない。世界はめちゃくちゃになってしまった。アテナイの運命は決した。あとは見守るしかない。中に戻ろう。休んだ方がいい。いや、パルテノンに行く。アテナイにおける私の最大の功績だ。神々の恵みは必要だ。なのにアスパシアは。アスパシアは正しい。ああ、大抵はな。今回は違う。ああ、中に戻ろう。ありがとう、アレクシオス。アスパシアに私はおとなしく薬を飲んだと言ってくれ。ああ。なんだろうな。心配になるわ。とはいえ、殺せたからね、ペリクレス。暗殺いつでもできた状況なんですよね。あの時殺しててもよかったし、で、殺さなくしてたんだけど、このタイミングで死んじゃうのかな？まあいい。ペリクレスに会ってきた。文句を言わずに薬を飲んだ。ありがとう。どうした？なんでしたの？まだポイベイが戻ってないの。通りの人混みの中にいるのを見た。使いに出したのか。連絡船のことでアナスタシオスのところへね。ペリクレスが治ったらアテナイを出る。仕方ないわ。その結果がこれか。きっと大丈夫よ。疫病がはびこってる。通りを見てないのか。ポイベイはまだ子供だぞ。あの子を信じて。私の若い頃よりもずっと強いわ。コスモスがアテナイにいるとペリクレスに伝えたのに。危険すぎる。コスモス？病気のせいで言ってると思ったわ。あの子を探しに行く。アナスタシオスの家はどこだ？あー、なんか嫌な予感するぞ。向かいよ。よし。やっていきましょう。経験値ドラうめえけど。うわー、タイトルもやばいぞ。出口どこだ？あ、はい、やっと出口見つけた。ちょっと迷子になりました、出るとき。はい、そんな感じで行きましょう。向かっていきましょう。
南東にあって、彼の家は劇場の東にある。うわぁ、もうやばいぞ、この疫病。これもこれも、さあ、最初のとこのやつ殺しとけばよかったのかな。ね、あれで、生かして助けたばっかりに、毒ガガイで一回故郷に戻ったらもう本当に、島中がやばくなっててね。疫病を蔓延しておりました。だから、もう本当に分岐で、もし、もう一度、最初からやるとするならば、ここみたいだな。今回とは別のプレイをしていこうと思いますけど、ああ、全然探索してねえな。まあいいや。空気感がやばいな。故郷がこんな感じだったからね。はい。チェストがあるか。人は何もいなさそうだな。あ、強制ムービー的な？入り口ねえもんな。入り口と思ったら裏口だった的な感じ？あ、そっから入れるけど、こっからも入ってないか。さっきの男、黄金の槍。こいつはひどい。一体何があったんだ。やばない？先にちょっとこれだけ取るわ。ポイベイがいなくてよかった。無事だといいんだが。だ？残酷なことを。警告のつもりか？デイモスは脅迫を実行してるようだ。デイモス。家から退去。出た瞬間なんかありそうだぞ。おい、どうした？おい、やめろ！やまない。おい、おい、どこにポイベいる？おい、おい、おい。うわ、コスモスの曲だ。見えんぞ。おっと、やばいやばいやばい。おい、次は誰だ？お前か。次は、うわ、インタレクトできたぞ今。まあ倒さないとどうしようもならないんだけどな。寄ってこい。ほい。やばいやばいやばい。いけるか？お疲れさん。胸刺されてる。大地よ、すべての母よ、祝福を。
レクシウス。大丈夫か？大丈夫じゃない。話がある。先にペリクレスを探そう。行方が。そんなこと知ったことか？アスパシアはどこだ？アレクシウス。はあ、すまない。ポエベが。アスパシアはペリクレスを探しにパルテノンへ行った。そこだろ。やばいぞ。一緒に行った方が良さそうだ。ああ、私もそう思う。さて、アスパシア、危険を承知でお前を行かせた。許さない。こんなことになるなんて。当てない最後の希望。まあ鬼神殿まで行きますか。これはめっちゃファストトラベルで飛べんじゃない。うわー、いるな。あ、このまま登っていった方がいいのか。まあ上までカットしますね。行きまーす。一応確認するか。チェスト、チェスト、チェスト。そこにいるのか。殺せないか。アレクシオス、早く。ペリクレスが中にいるかも。何を言ってんだ。ポイペイが死んだ。一体どうしたの。ポイペイがコスモスの護衛に殺された。間に合わなかった。そんな、あ、ポイペイ。街中で一人で死んだ。いいえ、あなたが見つけたわ。一人じゃない。大切な友人だったのよね。あいつらただじゃ済まさない。戦うのよ、彼女のために。アスパシア、いたか。ペリクレスはどうした。中で祈ってるはずよ。安全な屋敷を拒んでまでね。広場では事態が悪化している。狂気の沙汰だ。とにかく話は後だ。今はペリクレス。行くぞ。もうなんかコスモスの BGM が小さくなってんだけどさ。お前が作ったものはデイモスじゃねえか。私のものだ。ペリクレス。邪魔をするな。違う、ボタン間違えた。おい、本気だぞ。おら、デイモスがどっか行っちゃってんだよな。すべて失った。立派な男だった。おそらく私たちが知るよりも。彼女をアテナイから出さねば。俺の船がある。行かなくては彼の死を無駄にはできない。ええ、重かったな今回は。で、これで新しい土地に移動していくって感じだな。ちょうどこのクエストが37だから、ちょうど次のとこか。はい。どうなるでしょうか。早く行かないと。俺から離れるなよ。なんか来るんだろうな。
クレオンから誰も出すなと命じられてる。誰にだ。それからアスパシアを連れてこいと。私は行かない。離れろ。奴らを行かせるな。またちょっと戦わないかんか。どこ行ったみんな。おい、やっぱ盾外すの欲しいよな。ちょっと力入れとこう。誰だ次は。お前か。よいしょ。ちょい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 。結構強いなこいつら。うん、先にちょっと数を減らそう。OK。 さてさて、来てんだ。 OK OK。始末した。行こう。早く。アレクシオス、私たちはここに残る。何？どうした？やるべきことがある。アテナイの人々を見捨ててはいけない。アスパシアはお前が守れ。アテナイのことは任せておけ。うん。クレオンがしてきたことは見てきたはずだ。同じ目に遭いたいのか？反証する者がいなくなれば。反発する者もいなくなる。この地は私を必要としている。本気だな。アテナイ人として生きてきたのだ。アテナイ人として死ぬ。それなら二人に頼みがある。ああいいぞ。ポイベーのことなんだが、埋葬してやってくれないか。ああ最大限の敬意を払おう。頼む。行きましょうアレクシオス。さて新たな土地。二人ともまた生きて会おう。てんてくてんてんてんて。ムービーが続きますな。当てないから遠ざかるほどに静かになる。平和であるかのように。でも違う。すまないアスパシア。ペリクレスとアテナイのこと救えなかっただろ。あなたは何も謝る必要なんてないわ。みんなを守るためにできることをした。それは誰も疑ってないわ。コスモスの門とは周到に計画を立てていて、私たちはそれに気づくのが遅すぎた。どいつもこいつも殺す前に命乞いさせてやる。その時は来るわ。でも今は未来を見ましょう。行く当てはあるの？あんたに教えてもらおうと思ってたんだ。そうよね。例の女性。フェニックスだろ。船の名はセイレーンの歌。フェニックス。名前は知ってる。彼女の船がナクソス島に停泊したと聞いたわ。ではナクソスへ。フェニックスに会おう。はい。まあ次、それが目的地だな次のな。何？ムービーが入ったね。ムービー、なんかローディング入ったってことは？どっから再開だ？あの火山が見えるか？見逃す方が珍しい。あの底には、冥府への入り口があるという話もある。つまり、中に飛び込めばいいのか？その位置だ。知り合いの勇敢なアルカディア人も同じことを考えた。聞いてなかったよ、声を。そいつは熱で。半分も降りる前に灰になっちまって。謎の中には調べない方がいいものもあるんだね。あ、火山とかな。そこはもう探索してきたんで、ここね、ここはもう行ってきたから、次の目的地クエストメニューで母の祈り36レベル。うわーめっちゃ遠いな。コスモスの門と銀のグリフィン。
ちょうどこのなんか探索できる場所が増えてってる感じだな。ここも行けるぞ。サモスも行けるし、さすがにヒオスはいけない。リムノスもまだだな。なるほどな。そうね。次回パート、今回がここで終わって、次回パートを、このクエストを開始するとこからね、再開しようか。はい、そんな感じに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。